はい、じゃあリクエストもまた多いね。はい、パラダイスケリー佐賀の、はい、これやりたいと思います。ちゃんとあります。はい、ここも全部ちゃんと残ってるし、はい、残ってます。デノミシールの純正で、はい、じゃあ5回、はい、じゃあやりたいと思います。まあ、こんな感じでね、あのパラダイスキャリーが、はい、多分もうここまで綺麗なやつはもう残ってないと思います。多分もうなんかね、結構残骸みたいなあの筐体多いんですけど、はい、なんだっけ、なんか北海道のやつなんか結構壊れてるよね。もうね、これ、そもそもは、あの、当時は結構、セガの店とかにあったんですけど、あ、ぐる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 回ってますね。はい。あったんですけど、もうね、なんて言うんだろう。別にセガ限定っていうあのわけじゃないんですけど、もうないよね。壊れやすいっていうか、特殊な機構が災いして、まあ、ほとんどもう残ってないですね。はい。これエクセレントの、まあ、今あの BGM 選択してるんですけど、はい、まあ、こんな感じでね、ちょっと今日災難続きで、はい、アクパラが調子悪いんで、あのユニットを分解して直さないとダメっていう、はい、これ面白い構造してるんですよね。はい、当時版がこれ関わってるんで、まあ、セガの筐体なんですけど、だから一応中型のプライズ機ではあるんですけど、キッズアミューズ、はい、あります、これ、はい、キッズアミューズだね、はい、あ、ぐる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 回ってますね、はい、まあ、一応これ超激レアですね。あ、じゃあラスト、ラスト1回です、ね、はい、で、まあ上の方のなんか狙ってみましょうか。はい、え、なんでこれ止まったの、ここで、あれ、まあ、こんな感じで、はい、まあ、パラダイスキャリーですね。はい。まあ、こんな感じで。はい。じゃあ、ご視聴の方ありがとうございました。じゃあ、また次回にね、はい、ご期待ください。では、失礼しまーす。